はい、皆さんおはようございます。シュウです。今回の問題としては、猫、犬、テーブル、犬、テーブル、猫って形で、まあ可愛い動物たちの問題となっております。ですが、この可愛い動物たちが結構クセモノの問題となってますので、もしよろしければ考えてみてください。はい、それじゃあ今からシンキングタイムスタート。はい、どうだったでしょうか。意外と難しかったかなと思います。ですが、簡単な方法は言葉を数式に表せばいいんです。そういったトレーニングをやるのも大事なポイントだと思います。それではちょっとやっていきますが、まあこれ言葉でやっていきましょう。猫、猫とここまでのところって、猫を足すテーブルですよね。こっからここまで、猫足すテーブルの長さですが、犬がいるので犬を引けばここの長さなので、引く犬は150センチっていう言葉の遊びになりますね。またこっちも同じように、犬足す犬とテーブル、犬からここまでがテーブルなんですが、猫がいるのは猫を引く、これを合わせると120です。そしたらこれを丸1番、これを丸2番にします。丸1番足す、はい、丸2番すると、猫足すテーブル引く犬は150、犬足すテーブル引く猫は120、これを足します。そうすると猫を足す引く猫はということなので、はい、ここ消えますね。マイナス犬足す犬はここは消えますね。なのでテーブル足すテーブルなので、2つのテーブルだから 2× テーブル270なので、割る2にすればテーブルの長さなので、割る2すると270÷2は、はい、135センチが答えとなります。はい、どうだったでしょうか。ここで大事なポイントです。算数数学というのは言葉を数式にしないといけません。こういった視覚的な問題で自分で考えるというのも、式の作り方としては素晴らしいトレーニングの方法だと思います。そういったことを気づいてほしいなと思って、今回は問題をさせていただきました。はい、どうだったでしょうか。今回の問題が面白いためになったと思いましたら、グッドボタンよろしくお願いいたします。 Twitter や Instagram もさせていただいてますので、もしよろしければフォローもよろしくお願いいたします。それでは次の授業、もしくは面白い問題で、それではまた。ご視聴ありがとうございました。今回の問題はもし分かりやすかったらグッドボタンを、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた。では。